どうもこんにちは。野村さん、いつもお世話になっておりますえ。そして動画をね、たまたまご覧になった皆様。あの、暗号通貨ってご存知ですかね。ビットコインとかイーサリアムとかってものがあると思いますけども。いや、実は私ね、暗号通貨の、ま、投資もしてまして、投資ってもたくさんの銘柄をちょこまかしてるわけではなくて、まあ実はプレセールって言ってね、あの、上場前のコイン、ある程度のコインを買っといて、それが今上場してね、もう何年にもなるんで、大きく値段が上げてね、それが私の、まあ、こうやって余裕な 生活を支えてくれてる資産の一部にもなっている。まあ宝くじが当たったみたいなもんなんですけどもね。まあそれをこれからも、例えば政治活動をするときには、たくさんのお金がかかるでしょうから、そこに使っていこうかなとか。まあ主には私の家族に使っていきたいなと思うのと、あとはね、私もね、結構な過疎地に住んでますので、近隣にある個人商店とか、ちょっとちっちゃなお店とかをね、 あの、いろいろ利用することによって、その店を支えていきたいなって気もあるんですよ。まあそういった形で、トリクルアップっていう考え方にたどり着いたんですよね。これがどういうことかっていうと、中小零細とか、個人でフリーランスで、年間の売り上げが500万とか300万っていうね、そういうお店って結構あるんですよね。場合によっては200万前後っていうところもあると思います。それから、あー所得がね、個人的にお給料が年間で200万とか300万って方、だいぶ増えてきました。これがだから、中間所得以下っていうような位置づけなんですけども、 そういったところにね、まあ、そこそこお金の余裕のある人がどん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 使うことによって多分そういうところって助かるんじゃないかなと思うのと同時にあの生活保護世帯とか住民税非課税世帯って言って所得がすごく低いところがあるじゃないですか収入が低いところ。でそこがあの、まあ、国のねお金がこう例えば生活保護だったら今10万前後なのをね37万とかにするとだいぶそういった世帯ってのを使ってくれるんで近隣の店舗とかも。 まあ、あの、立て直すんじゃないかなっていう発想なんですよ。これがトリクルアップっていうんですけども、いや、私はね、山本太郎さんに、あの、お願いしたいことがあるんですね。まだまだ、これをお願いするのは先になると思いますけども、あの、外線とかでは質問してもいいかなと思うんですよ。これは何かっていうと、暗号通貨の税制をね、なんとかね、してほしいなと思ってるんですよ。その暗号通貨って私、含み益として、あの、ウォレットに持ってるんですけども、日本円に全くできてないんですよ。というのが税金高すぎるんですよね。単純に言って、あの、半分以上持ってかれちゃうんですよ。 で、予定納税とかっていうのも考えるとね、大体8割ぐらい。だから1億円をキャッシュアウトしても、結局その中で2000万ぐらいしか残んないんですよ。ですんで、バカバカしくって、あの、決済できないんですよね。で、中には、海外に住居を移して、で、まあ、いろんなものをきれいにして、完全に他の国の人ってことにして、そこで、え、現金化してね。え、で、なんかね、平々のんのんと暮らすっていう方法もあるんですけども、やっぱりまだ私、日本に住んでいたいんですよね。 うん、やっぱ8割ぐらいは、このまま日本で、余生を過ごしたいなと思ってるんで、まあそういう風なね、お金のために自分の住まいを変えるっていうところまではまだね、モチベーションわからないんですよね。はい、長々とお話し,しましたけども、ここからはね、あの前提が、ああ、 まあお話終わったかなと思いますんで、あの、通常通り野村さんにメッセージを送りたいと思います。すいませんあ、あの、いきなり暗号通貨の話題なんてね、ちょっとこう、わかんないよっていう方はね、ここら辺で <laughs> 終わっていただいてもいいんですけども、これ通常の連絡なんですよ。で、えっと、野村さんにあの連絡させてもらいます。今回もあの、体の動画の方を送っていただきまして、ありがとうございました。あの、暗号通貨に関しましてはね、うん、やっぱり明るい話題が少ないんですよね。で、今回明るい話題っていうと、 FRB の方で発表があった、パウエル議長が発表があったのは、これ暗号通貨って使えるよねみたいなね。結構ね、明るい話題を出してくれたんですよ。今は暗号通貨をどのように排除するかみたいなことをやったりとか、裁判をどんどん起こしたりとかしてるんですけども、どうもね、XRP の裁判も、どう考えても XRP の方が勝つんじゃないかな、というところでね、あの、もうすぐ判決も出ると思います。もう6月中に出るかなと思ったらそれ出なかったんで、またこれ伸び伸びになるのかもしれませんけども、まあ、 伸び伸びになるってことはそれだけ難しいっていうかね違法だというふうに認められないってことなんで、まあ、このまま通っていくでしょうねうーんで XRP なんてのは各国の主要銀行がもう使っちゃってるわけなんでもう今更ひっくり返せないってところもあったりとかしてやっぱり時代に即した解釈っていうのが適用されるんではないかなと思うばかりでございます、まあ、どちらにしても新しいテクノロジーなんでこのブロックチェーンを排除して次の時代はないですからね やっぱりこう NFT っていうブロックチェーンの技術も、まあ、だいぶ浸透してきましてこれがあと10年ぐらいで世界で20兆円ぐらいの規模のマーケットになるんじゃないかなと思いますよね。まあ、世界で20兆っていうとそんなにでかいものではありませんけどもまあね世界規模で兆っていう単位にはとりあえず入っとかなければあのマーケットの箸も棒にもかからないところでまあまあいけるんではないかなってところがあります。でそうなってくるといいよいよ イーサリウムにしても、ビットコインにしても、XRP にしても、カルダノにしても、他のガルトコインにしても、あのまあ、利用価値っていうのがもっと増えますんでねん。ただ世の中の現金とか金融資産が暗号通貨というデリバティブの一部にそれほどまで大きく移行してくるかなっていうこの駆け引きはありますよね。やっぱり金の価格もどん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 今上がってますけども、金にお金が流れ込んでるってことですから。で、財政出動一気にね、 あらゆる国がどん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 していかない限りは私たち一般市民に濡れ手に合わぬ現金が入ってくることはないとで現金が入ってこなければこういったデリバティブに注入する資金も、うん、やっぱりないですからねで山本太郎さんにお願いしたいのは <laughs> ひとえにあのお願いというか山本太郎さんに今お願いしてもしょうがないんですけども将来ね 何がしかの形で政権にかかることになったら暗号通貨の税金をもうね、FX とか株並みに安くしてもらいたいなと思いますよね。全くね、意味がないんですよ。この暗号通貨の利益に対して税金を取るっていうのは。その税金がね、何かに使われてればいいんですよ。嘘でも。でも何もないわけですからね。暗号通貨の税金取りました。終わりですからね。暗号通貨はね、将来の社会保障の財源にみたいな、消費税みたいなね言い訳でもあればいいんですけどもね。 消費税だって社会保障の安定財源に使われてないですからね、<laughs> 本当にね、しょうもないなと思いますけど、まあ、愚痴ってもしょうがないんで、私たちは私たちのやることをやりましょうか。それじゃあ、今回は以上です。お疲れ様でした。山本太郎さん、なんとか暗号通貨の税金を安くしてください。お疲れ様です